今日は1ヶ月間お届けしたマンスリーアーティストが今日で最後です。ああ残念ですよね。はい、はい、それで今日はケビンさんが武道館 DVD が発売するんじゃないですか。はい、はい、それでちょっと紹介してください。はい、2013年に1月1日にユキスライブ武道館 DVD が発売されます。本当に楽しかったですね。はい、皆さん、来てくれなかった方も、DVD ぜひチェックしてください。はい、武道館公演するとき、ソロステージも あるんですよね。あるんでしたよね。はい、どうでしたか、くんさん。僕、本当にソロステージみんな頑張って準備してたんですよ。そうですね。それで本当に僕ケビンと僕のパートじゃなくて他のメンバーパートに感動もらいました。感動しました。はい、どうも様。僕はキサップさんのかっこいいダンスに本当にかっこいいなと思ってました。はい、ソロダンス。はい、キサップさん。はい、かっこいいでしたよ。ありがとうございます。怖かったです。はい、怖かったです。そして依頼様。はい、僕はシオンさんのソロステージが一番かっこいいだと思います。あー、おー、シオンさんのバラード、ソロバラード。はい、歌いましたね。そうですね。して、うるさよ泣きました。そして、はい、本当に感動もらいました。はい、ありがとうございます。はい、そして僕は、はい、トモさんとイライさんのラップ曲、エンプローさんのラップ曲、本当になんか音楽も本当になんかメロディもいいし、テンポも速いし、はい、ファンの皆さんとファンの皆さんが一緒に歌いましたよね。はい、本当にいい曲を歌ってありがとうございました。はい、はい、それで皆さん、はい、武道館 DVD をたくさん聴いてみてください。チェックしてください。そして武道館 DVD でユキスのオープンショットもあるので、すごい、皆さんチェックしてください。皆さん大好きです。以上、ユキスでした。ありがとうございます。タワレット K-POP ナンバーです。